東京大森の海苔問屋吉田商店、明治5年の創業です。海苔の香りが漂う工場内、買い付けた海苔は手作業で伸ばします。職人の目と手で色や厚みを確認し、仕分けをしています。買い付けから仕分け、そして焼き、熟練の技が求められます。工場長の須山誠さん、海苔の品質を見極める店の目利きです。海苔は機械で焼きますが、塩分の量や厚みによって焼きの温度を細かく調整しています。細かい異物や端が欠けた海苔は選別機でより分けます。こだわっているところは、桑名の海苔の特性ってのはやっぱりちょっと立ち目っていうか、目がバサッとしてる海苔が多いんでね、そういう風な海苔の方がここ、ね、昔大森で取れてた海苔に似てて、なんていうの、味が濃いっていうんですかね。祖父の代から海苔漁師の家に育った須山さん、毎日海苔を食べて育ち、店に入ってからは見て触って海苔の良し悪しが分かるようになったと言います。覚えてます？船に乗ったり乗ったことを覚えてます。6つ7つぐらいですかね。小学校上がるか上がらないか記憶にあります。小さな船に乗って海苔を手で積んでたんですよ。それを、まあ、こうやってやったよっていうふうな聞いて見て覚えてます。今も海苔漁が続いていたら漁師になったでしょうか。いや、船好きですからついてたかもしれないですね。